おはようございます。2021年10月10日インターネット聖別会日曜礼拝を始めます。賛美いたしましょう。旧聖軍歌集25番、昔主イエスの。捧げていただきます。ご在天の父なる神様、今日こうして礼拝を捧げることができるお導きを感謝をいたします。一人一人が過ぎる一週間の間に重大な過失を犯しているならば、主よどうぞお許しください。また小さな過失に気づいていない心がありますならば、この礼拝の時を通して気づかさせてください。私たちはこの礼拝に
あなたとの深い交わりを求めて集っております。礼拝を捧げることができるという祝福に預かり、私たちは清められたいと願っています。過ぎる一週間の間、さまざまなことがありましたが、その中にあなたがどれほどの慈しみと愛と思って私たちを導いてくださったかを感じ、心から感謝をお捧げいたします。主よ、ありがとうございます。これから礼拝をお捧げいたします。これからの礼拝の時をどうぞ祝福してください。また一人でも多くの私たちの兄弟姉妹がこの礼拝を共に守ることができますように導いてください。主イエスキリストの尊いお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それではご一緒に主の祈りをお捧げいたしましょう。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。改めましておはようございます。2021年10月10日を迎えました。皆様お元気にお過ごしでしょうか。今日もこうして共に礼拝を捧げることができているお恵みに心から感謝をしながら、神様の前に祝福を共に分かち合ってまいりましょう。それでは今朝の聖書を朗読いたします。マタイによる福音書13章1節から9節まで、新共同訳聖書新約聖書の24ページでございます。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないため枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んであるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。今朝のメッセージ、主イエスが与える借り入れ。おはようございます。第二コリントからしばらく学んでまいりました。先週は惜しまず豊かにまく幸いについて考えていきました。今日その中からまくということ、
そして種ということ、そして借り入れをしていくということについて、マタイによる福音書から考えていきたいと思います。種まく人の例えがここに出てきます。大変有名なところかなというふうに思います。ここには4箇所の種が落ちた場所について書いてあります。最初の3箇所は良くない土地、そして最後の1箇所が良い土地となります。種は収穫への期待であり、また種というものはある意味それが実を結ぶ結果を結び出していく大事な大事なスタートになっていきます。この例えの結論は簡単です。良い土地に種が落ちたら良い実をたくさん結んでいく、30倍にも60倍にも100倍それ以上に大きくなっていくという恵みについて書いてあるのですね。しかしこの恵みを受けるためには良い土地が必要、もし悪い土地である、ここに書いてある道端に落ちた、福音を聞いても悔い改めない、聖書の言葉を聞いて、ああ人生を変えなければいけないという心が鈍感になっている、この状態が良くないということ。石だらけで土の少ないところに落ちた種、これは石だらけですから必要な栄養や水が十分に取ることができない、ちょっとは根を出して芽吹くのですが長続きしない人ということです。ですから最初はあ、その通りだなと思ったけれども、かたくなな心のためにそれが伸びていかない、枯れてしまうということを表していますね。茨の地に落ちた種、これは茨というものがこの世、社会、世間というものを表しています。生と俗という言葉をあえて使うならば、俗な価値観、これによってせっかく種から芽を出した植物が追い塞がれて、他の声、価値観、社会のいろいろな誘惑に負けてしまって、そして、長続きしない、枯れてしまう、これもまた悲劇です。で、この例えの結論についてはイエス様が13章の18節のところから解き明かしを行っています。種は神様から与えられる言葉、こういったものを表している。人はパンだけで生きるものではない、神の口から与えられる一つ一つの言葉によって生きるという言葉につながっていくでしょう。この中で13章の23節を見ますと、良い土地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人と書いてあります。悟る人に与えられる30倍60倍100倍の恵みとは何でしょうか。悟るという言葉、スニエミという言葉が使われていますが、この言葉はもちろん悟る、理解する、分かるというふうにこう訳すこともできるのですが、ただ理解をする、分かるっていうことじゃないです。言われてはいはい分かりました分かりましたっていうような、そういうような理解ではなくて、悟る、こう自分がこう自発的にという意味も含んでいくんですが、もっと深くこの言葉のもともとの意味を考えていきますと、こう言われたことに同調するっていうような意味があるんですね。だから同じ思いになる、例えば聖書の言葉であるならば、その言葉をああそうかそうかそうかっていうふうにですね、こう聞いてですね、まあそうだよねっていうだけではなくて、ああそうなんだ、心の中に打たれて響くものがあって、そしてそれに向かって、あ、今日から心を改めて生きていくべきなのだというような、この神様と同じ思いになる、あるいはイエス様と同じ思いになる、また聖霊が内住している私たちに与える内なる声に反応して、私たちがそれに共感して、何が本物であるか、
何が神様が勧めているものであるか、イエス様のように生きるためにはどうするべきかということを自分で自立して本質的に悟っていくことと言えるかもしれません。レビ記を見てみましょう。19章の19節にこのような言葉があります。あなたたちは私の掟を守りなさい。2種の家畜を交配させたり、1つの畑に2種の種をまいてはならない。また2種の糸で織った衣服を身につけてはならない。ここに記されているのは清めの原点になると思います。2つの種をまかない、聖なるものと俗なるもの、この世的なものを共に織り交ぜて私たちのうちに理解をしてはいけない、取り込んではいけない、悟ってはいけないということです。どちらにも心惹かれる生活というのはある意味、何週か前に神と富と二人の主人に仕えることはできないという御言葉を引用しましたが、そのように私たちは二つのものに仕えることはできないのです。ですから私たちは考えなければなりません。二つのものを同時に求めてないか、聖書という素晴らしいこの朽ちることのない財産を手にしながら、清くない道端に、あるいは石だらけの土地に、あるいは茨だらけのところに私たちの大切な信仰生活を置いてしまっていないか、自分たちの魂の状態が、心の状態が茨に塞がれていないか、石のように固くなになってないか、道端にそれてしまうように的外れになっていないか、神様の御心からそれていないかを点検していくべきです。これが最初の豊かさに預かっていく、種が良い実を結んでいく秘訣になります。では御言葉を悟るその原点、スタートとなるのはもちろん聖書の言葉に触れる、あるいはイエス様の言葉に触れる、すなわち聖書の言葉を福音、良いニュース、私たちにとって有益な情報として理解をしていくこと。そう、先ほどお話ししたように、もともとの悟るという意味の語源になっている言葉が同調するとか共感するって意味があるとお話ししましたが、そのように清い思いに立って生きていくということを目指していくことになります。そしてそれを求めて日々を歩んでいこうというスタートに立つことです。私たち信仰者はよくアスリートに例えられます。競技者に例えられます。私たちの競技のスタートはその福音を理解したとき、聖書の言葉を聞いただけではなく、それを自分のこととして受け止めて悟ったときに、共感したときに始まっていくものです。そこからその新しい命は芽生えて、命を得て広がっていき、成長をしていきます。マルコによる福音書には4章にこのような言葉があります。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそのようになるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そして穂には豊かな実ができる。実が熟すると早速釜を入れる、収穫の時が来たからである。私たちは収穫の時に向かって、そのゴールに向かって成長していく、いわば信仰のアスリートになっていきます。でもここで書いてある土は一人でに実を結ばせるという言葉があります。この一人でにという言葉はアウトマテという言葉が使われていますが、それは自動的にっていう、オートメーションという言葉、英語がありますが、それの語源になっていきます。一人でに成長していく、良い土地に落ちた種は一人でに成長していく、神様が恵みを与え精霊を注いでくださる、その人はそれを素直に受け止めて
そして私たちが心を開いてこの世の価値観を入れないで神様にまっしぐらに進んでいくときに、私たちは自動的に、オートマチックの変速機がついている車のようにぐんぐんとスピードを上げて成長していくことができるというのです。私たちに信仰が必要ではないでしょうか。神様を信じる人は豊かな成長をしていく。信仰には戦いがあります。もちろんオリンピックの時に多くの選手が金メダルを取っていましたが、その日まで、その日を迎えるまでに経験した苦難、怪我や故障、もう投げ出してしまいたい、やめたいと思ったこと、こういった告白をよく聞くことがあります。信仰生活もそのように、やめてしまいたい、もうダメなのではないか、つらい、なんという試練が襲いかかるんだろうと思う時がきっと一度や二度ならず襲いかかってくる。これが先ほどのマルコ福音書につながる種の真理であり、そして私たちがその種を悟って成長のスタートラインからゴールへ向かう過程の中で起きていく豊かな成長の秘訣ではないでしょうか。福音を信じ、福音に生きていく、そして福音を伝えていく。第一ペテロの一章を見てみましょう。第一ペテロの一章の22節、あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったんですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。私たちのこの世の価値観は、ある意味素敵に見えても花が散っていくように枯れ、そしてその日には散っていきます。しかしその花の豊かさ、花のきらびやかさを私たちは誇るのではなく、その後に結ばれる種、実を大事にしていくときに、私たちは最終的に目指すべきところを知っていくことになるんです。私たちの人生をこの世的な華やかさに求めてはなりません。朽ちることのない種を私たちはいただいたんですから、私たちも朽ちることのない種を結ぶ信仰者、クリスチャンになっていきたいと心から願います。救い、これがスタートラインになるでしょう。そして私たちが本当に神の御国に凱旋していく、その勝利ある生活を迎えるまで私たちが走り抜いていくこと、これこそが私たちの本当に悟るべきこと、本当に神様に共感するべきことではないでしょうか。では豊かな土地に種をまいたもののように、神様の言葉を豊かに悟り、そして信仰者として成長していった恵みの結果はどうなるでしょうか。ここで先週のコリントの信徒への手紙にもう一度戻っていきたいと思います。種まく人に種を与え、パンを種としてお与えになる方はあなた方に種を与えて、それを増やし、あなた方の慈しみが結ぶ実を成長させてくださいます。一人でに成長していくのです。私たちの努力や力によってではなく、神が私たちの力を用い、引き出し、豊かにこの世のために用いていく、神の国の拡張のために私たちの献身への第一歩となるのではないでしょうか。あなたに与えられた使命は何でしょうか。それを悟ることが大切です。あなたはスタート地点にはもうすでに立ちました。スタート地点に立った、あなたに恵みを与え豊かな種を与えた、その与えられた種を芽吹かせ、根を深く張り、
そして大きく成長していくために必要なことは何でしょうか。今考えたいことです。30倍、60倍、100倍、それ以上に私たちが豊かになって、そしてそこに結んだ実りを豊かに得ていく。かつて大きな畑を持っている方が教会にいたことがあります。ここの福岡招待ではなくて北海道にいた時のことですが、一つの豆の種をまきました。それがですね、6月を過ぎて夏になって畑を見に行きますと、2メートルから3メートルに大きくなっていました。そして秋になってその収穫をすると、その1本からなんと400から600の種が取れたんですね。すごいですね。1つの種から600倍。あ、これこそがこの場所の言いたいことなんだなということをその時にもうひしひしと感じました。教会の方がそのようにして種をたくさん持ち寄って教会に種が集まってきます。もう教会の、食堂、第二ホールっていうんですが、第二ホールは種だらけ。すごい収穫が集められました。その種は全国の多くの方々に、ご購入いただいて、北海道の厳しい冬の招待の財政を助ける働きに用いられました。素晴らしいことだなというふうに私は神様のこの一人でに成長させて、そして実を結ばせ、それを大きな恵みにして私たちに返してくださるという約束を目の当たりにしたんです。そして私は思いました。もっと信じなければならない、もっと期待しなければならない、もっと委ねなければならない。一人でに成長させてくださる神様の豊かな促進する力に私たちはもっと期待してよいのではないか。本当にリバイバルが起こるということを私たちは忘れていないでしょうか。祈りたいものです。捧げたいものです。不承不承ではなく、惜しんでするのでもなく、喜んで、そして期待をして、それをしていきたいと願うのです。具体的にパウロが書いた有名なガラテヤの信徒への手紙5章22節を見てみましょう。霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。こうした素晴らしい実を結ぶことを通して、私たちはこの世で清いものとなり、そして周りを喜ばせるものになります。神に喜ばれる器となっていきます。そして欠け目だらけであったとしても、そこから神の栄光が表されていくのです。欠け目のあるものがかえって清くなる、かえって素晴らしい働きに用いられていくことは、多くの傷ついた人、多くの欠け目を持ったと感じている人にとって励ましとなるのです。そう、スタート地点でもしかしたら傷ついたものであったかもしれないけれど、それを走り抜いていく中で私たちは鍛え上げられ、そして勝利ある栄光のゴールへと向かってイエス・キリストに近づいていくことができる、そして御国に向かって歩んでいくことができるのです。そのことを信じてまいりましょう。最後に旧約聖書の詩編を読んで終わりたいと思います。詩編126編5節から、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。種をまくとき、信仰のスタートラインに立つとき、救いを受けるとき、私たちは欠け目があったかもしれない、辛い思いをして教会に初めて来たかもしれない、でもそんなあなたを神様は救ってくださいました。そしてその後たくさんの恵みを与えてくださいました。もちろん生まれながらにクリスチャンホームに育った方もいろいろな時に救いの経験を、神様の素晴らしさを、神様の豊かさに預かる時を経験されたでしょう。そしてその恵みがいかに大きいかを知り得る時を
持ったに違いないのです。涙と共に種をまくような、本当に惜しまずにまくこと、喜んでまくことができない苦しさを覚えることがあるかもしれませんけれども、悲しみは喜びに変えられていきます。涙は笑顔に変えられていきます。私たちが心で神様の本当に思いとして受け止めて悟るとき、共感していくとき、泣きながら出ていった人も歌を歌いながら帰ってくるのです。賛美しましょう。私たちの神を称えましょう。そして私たちは豊かに日々の信仰生活、惜しまず不勝不勝でなく送っていきたい、このように願います。お祈りをいたしましょう。恵み深い神様、どうか私たちが良い土地であることができるように、今私たちの心も体も魂も整えてください。そしてあなたの御言葉を素直に受け入れることができるように、かたくなな心を今解きほぐし、茨に覆われているならその茨を払いのけ、そして私たちがあなたの豊かな借り入れに預かることができるように、そしてそのあなたの借り入れの時に私たちが豊かな実を結んでいて、その実が最初にいただいたものから30倍、60倍、100倍、それ以上に大きくされているものと実を結ぶことができるように導いてください。私たちは先ほどのガラテヤの信徒への手紙にあったように、聖霊の結ぶ豊かな実を周囲に結んでいくことができます。清い思い、清い思いが周りに与える感化力を私たちは結ぶことができます。どうかそうしたイエス・キリストに似た品性を私たちが身につけることができるように、私たちを清めてください。一人でに実を結ぶと先ほどマルコ福音書にあったように、どうか私たちの力によってではなく神の力によってそれが成し遂げられるように、私たちはこの実を差し出しますから、どうか私たちを成長させてください。あなたに委ねます。あなたに期待してます。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。祈りの心を込めて救世軍歌手コーラスの106番神の御言葉を賛美いたしましょう。聖霊を賛美いたします。恋願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが
今日もいつまでもインターネットを介して集ったお一人お一人の上に豊かにございますように。アーメン。最後までご一緒に礼拝を捧げてくださりありがとうございました。皆さんの毎日が祝福にあふれたものになりますように、救世軍福岡招待より心からお祈り申し上げます。